ホブロの友達を紹介したいと思いますので、皆さん盛大な拍手で迎えてやってください。無名バンド RC サクセションから昨日は来れませんでしたので、今日はお迎えしております。今の清志郎君どうぞ。失礼いたしました。じゃあ改めて紹介いたします。日本の誇る、コミックバンドRC サクセションでシンセサイザーを担当しています。今の気をしなくなる。もう一度見にくい話を。なぜ恒例なものでございますから長く経っておりません。それでこいつは昨日も出ました。実はこのスーツを、実はなんでもありません。スーツをこれもらいました。大変嫌っております。それじゃあ昨日二人でやったんで、今日はもう一人僕の大変弟子が来ているので、もう一人僕の大変どうしてません、仲のいい紅葉君という僕の中学高校、一緒だった少年がいますので、温かい拍手で迎えてやってください。こいつは僕と中学高校あの受験校で有名な国立は東方高校で二人でよく学び屋でやってました。高校あそこ大変受験校で難しいので、なんで僕と紅葉が入れたかと申しますと、僕は補欠で外部から入りました。こいつは小等部から自動的に上がったんだと思います。ですから全然出してもらったんです。それでこいつは大変嫌いなやつです。愛してます。それでは。お前の名をつぶやく程度
バンドのラブソングっていう歌でした。大変嫌いな曲で